パリーグロッテオリックス2024年6月30日ゾゾマリンロッテの岡広見外野手32が30日オリックス戦ゾゾマリンに1番中堅で先発出場した7回に左翼戦への二塁打を放ち6月16日中日戦からの連続試合二塁打を8試合に伸ばしプロ野球記録をマークした 7回1死13塁、オリックス最期の初級フォークを打ち返した。打球は左翼戦への2点的時2塁打、8連続試合2塁打とし、プロ野球記録を樹立した。石川歩美と立ったヒーローインタビューでは、お立ち台の景色はいかがですかと問われ、絶景です、と石川も決め台詞を拝借。記録がかかった中での一戦に、 試合に勝ちたい気持ちが一番で、その中でしっかり記録が達成できたらいいなという気持ちで行きましたと振り返った。6回の第4打席では、右翼戦への打球、記録は二塁内野安打、で二塁ベースを狙おうとしたが、一層、小川と接近するハプニングも、慌てて一塁に戻った。二塁打、行けると思って、行ってしましました。記録は二室。 7回の第5打席で左翼戦への2点的時2塁だとし、本当に嬉しかった。4打席目のあの打球で達成できなかったら、笑い者になっちゃうなと思ったんで、良かったですと安堵の表情。なかなか記録とは縁がなかったので、一つ記録ができてすごく嬉しかった、と胸を張った。記録達成後、ダイソーと交代した岡は、 金子コーチとハイタッチを交わすと、一礼した。言葉を交わしたことを明かし偉大な金子さんの記録を抜くことができてとても嬉しいですと喜びを語った。